激辛ジョリース、今日もみんなの主に火をつけちゃう、やってきました。はい、ついにこの日がやってまいりました。おなじみのギロチン屋、辛いもん屋ギロチン屋さんにいるんですけども、もう最終章ですね。ゴッドシリーズを食べるとなんかバンドが3つもらえるんですけども、はい、ウィダブこのように3つ揃えて、デビルの挑戦権を獲得しました。キャー、今日はですね、このデビルチャーハンというとてつもないやばい、激ヤバ、もう死んでしまうんじゃねえかと、見るからにヤバいと思うんですけれども、ちなみにこれは完食者、今のところ0人です。今回ね、僕が大阪に来た目的、デビューのチャーハンを撃破するということを言っても過言ではないでしょうか。食べ出したら多分ね、喋れなくなると思うんで、一応説明しておきますと、ブルートジョロキアが12個入ってて、あと呪いと、ゴッドの唐辛子がボンボン入り、そして最後にカプサイシンソース、めちゃくちゃ辛い辛いね、カプサイシンのみを抽出したソースを大さじ1杯、加えたものなんです。これね、言うまでもなく辛いです。いつもね、僕ね思うんですよ、激辛系 YouTuber なのに辛いもん食ってカレー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 っていうのはね、他の YouTuber とあんまり大して変わんねえんじゃねえのかなと思いまして、もう今日はもう辛いというリアクションはもう封印して行き切っちゃおうかなと思って、もう行くとこまで行っちゃうと、もう狂気の沙汰ですよ。この最終決戦、デビルのチャーハンと戦っていきましょう。レッツゴー。今日はもう行ける気しかしないんですよ。いつも通りね、おなじみの誓約書ですね。じゃあ今から世紀のファイヤーダンスならぬジョロキアダンスが始まりますね。めったに見れない光景ですよ。デビルね、デビル、もう最初で最後にしたい。はーい、うわー、うまそう。じゃあ唐辛子入ります。ドロイのゴッド唐辛子、うおー、一気に真っ赤に染まった。最後に、最後に、わあ、そちらは何でしょうか。うわ、うわ、やばいやばい、カプサイシンソース投入。うおお、味見で大丈夫ですか。やばいと思いますよ、これ。口の中が全部口内へ、牛乳ください。これはプチトマトでしょうか。いや、あ、ちょっと待って、あ、そうなんですか。プチトマトが乗っかる。1個、2個、ああ、ちょっと、あいただきます。さあ、デビルチャーハンさん、お手並み拝見ですよ。トマトさんはちょっと後で食べましょう。美味しいところはね、美味しいところは後で残すと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、あれ13個、あれもういいか、サービスでついたのかな。あー、だって美味しそうなチャーハンさんですね。さあ、いただきますよ。うん、うん、どうする？スレータはもうちょっと、うん、うまいわ。うん、結構チャーハンの量多いですね。大盛り。
じゃあ残り13個のプチトマトを食べきってこの激辛バトルにケリーをつけたいと思います。これはプチトマト、やりました。辛さレベルを発表していきましょう。レベルちゃん、辛さレベルマックス10。間違いない、これは辛い。ベスト3に入るぐらい辛かったです。いやー、初の完食者で、いうことでやりましたんで、というわけでもしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターとかも更新してますんでフォローお願いします。待ってろ、カラジュン。